続きまして、はい、博多のお城うさぎさんからの投稿です。はい、今日見れてる今日見れた、よかったよかった、あけみさん、はい、うさぎ先輩、うさめむの皆さん、うん、こんばんは。こんばんは。先週はライブで見れず、うん、イライラしておりましたちゃぶ台ひっくり返したかなさて、はい、今回はお花見散歩会に参加していただいたうさちゃん、うん、飼い主さんをまとめ、うん、ご紹介映像です。お参加していただいた皆さん本当にありがとうございました、うん、いえいえ、私がなんでいえいえって言って次回開催もふるって参加してください。次回あるんだ、うん、これ本場ね、うん、今回の見どころ、はい、個性派揃いのうさちゃんたち個性派いいですね。あと今月のテーマ、はい、マナウサギの種類、はい、その種類を選んだ理由について、はい、我が家のマナウサギたちは、うん、庭友ネザーランドドワーフのルビーアイドホワイトです、うんうん、大福は里親でお迎えした時、はい、品種はこだわってませんでした、はい、大福はネザーランドドワーフのルビーアイドホワイトなので、うん、大福と同じネザーランドドワーフのルビーアイドホワイトにこだわって5年探し続けてやっと見つかったのがイチゴです。すごい、5年だよ。うん、ルビーアイドホワイト3回行ったな、ね、うん、行ったね、うん、最近なんかこういうの多いね、うん、桜色やね、いないゆったりしてて、なんか書いてある、メロン、メロタン、わすごいな、うん、これは何ちゃんだ、あ、ちょっと見にくかった、ごめんなさい。あ、これって手作りのやつね、うんうん、とじろうくん、ちょっとかなり首がしまってた、あーでも楽しいな、むつみくん、うん、むつみくんだよ、なんか人間とこみたいな、ねえ、ほんとだね、さつきくん、さつきくんだって、ダンボくん、ダンボくん、あーお耳のね、あずきくん、あ、あずき、あそこに帰っちゃった、見えんだ、どこだどこだ、でも大体ね、あの左下のところ、うん、これは知ってるよ、だいちゃんだいちゃん、シェイくん、もこちゃん、うん、これみかんちゃん、あ、これ何だったっけ、直弘くん、そう、アミくんだって、アミくん、うん、あ、私はそんな小箱買ったんじゃないよとして、あ、家にぶら下がってけどあ、買ったの、買ったの、あ、最後になんか一個あった、いちごちゃん、いちごちゃん、芝生がまた、あ、ここにもなってます、リゲル君、かっこいい名前ですね、リゲル君って何だっけ、え、そのいきなり言われても、な、何、あ、違うわあれミゲル君だと、誰ミゲル、はい、誰、おとじろう君、アミ君、シュウ君、シェイクって言ったらマロンちゃん、ちゃんは女の子ってことだよね、きっとね、そうだね、うん、つみくんかっこいいね、さつきくん、うずらさんか、直次
郎くんのひょっとして、え、直太郎、直太郎、うん、直太郎って書いてあったよ。何が書いてした。直弘くんだ。あ、直弘くんはこっちか、うん、あれわけわかんなくなっちゃった。まあ、あ、ドナルドさん、トトロ、トトロママさん、またあるんですよね、近々ね、きっと、うん、ね、だってね、やっぱり毎週のように大げさかもしれないけど、うん、楽しいだろうね。でも次回開催もふるって参加してくださいって書いてあるから ね、 ね、うん、とてもお楽しみです、ね、はい、はい、ありがとうございました。今日見えてよかったです ね、 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 ね見れるのが普通なんだけどねはい、では今日こちら最後の投稿かな、はい、ね、最後ですね、はい、ゆっちーさんからの投稿です、うん、うさぎの名前 S、 男の子6イヤー、うさぎ先輩原田さん、うさめ部の皆様こんばんは、まあ、前回の抽選会では引き当てていただいてありがとうございました。名前が呼ばれた時、母親と当たったとはしゃいでいましたがはしゃいでいました、うん、パパイヤ、あ、パパイヤバーか、パパイヤバーが届くのが楽しみにしています、うん、早速今月のテーマについてですが、うん、エースの種類は6イヤー、ロップでもいろいろな種類があるみたいですが、うん、雑種かっこのうさぎかよりの6イヤーのエースです私が10代のフリーター時代にネザーランドのミミーとミニウサギのキティとミニウサギのラビーの3羽の女の子を、女の子のうさちゃんを飼っていた時がありました。すごいな、うん、ね、すごいですよ、ペットショップで今すぐ連れて帰りたいくらい可愛すぎると張り付いていると、うん、旦那かっこ当時は彼氏がプレゼントしてくれました。うん、当時、他にもモルモット2匹と、うん、フェレットとハムスター10匹などいましたので、すごいうん、バイト代をペット代にほとんどつぎ込み、うん、プチ動物王国状態な家になってたんだって。プチムツゴロウだなあ、プチムツゴロウ小動物ばっかりのね、その頃は近くのペットショップには、ロップの種類が出回っていなかったので、うん、ロップは憧れの種類のうさちゃんでした、うん、それから早10年、うん、私の住んでいる地域のペットショップにも、ロップちゃんがたくさんいるようになり、うん、モルモットのご飯を買いに行った時にエースと出会って運命を感じる迎えることになりました。ミミー、キティ、ラビーを飼っている途中に、うん、私が長女を妊娠してしまい、うん、母親とまっちゃんと、まっちゃんここにいます、弟に託して嫁いで しまったので最後まで見てあげることができず、未だにすごく後悔しています。ミミー、キティ、ラビーの分もエースの、最後まで可愛がって見てあげたいと思います、うん、今回の動画はいつもお世話になっているペットショップに行く前に、車で撮ったものと次の日に花見散歩に行った時のものです。へすごい、みんな行くんだね、花見とか散歩とかね。ね、花見も行ってないの？花見行ってないですよ。あらそれどころじゃないってお、エースって、なんかどんどん編集の腕を上げてくることない？おー、ゆっちーさん、おー、すごいな。音も、うん、すごい。ちょっと教えてもらいたい。うん。爪をピカピカしてもらったな。これは、ゆっちーさんがかな。だよね。え、あ、うさぎが爪切りをしてもらった。爪びっくりした。あ、お、おお。お、お、動いてる動いてる。あ、例の蜂の、ミツバチのバーネスを着ています。これはエンジョイラビットショーでまっちゃんが勝てたやつです。エンジョイラビットライブね。あ、なんて言ったんだし。エンジョイラビットショー。あ、すいません。すいません。
なんかちょっとちょうどこの鼻をクンクンしてる様子がなんかハチとなんかマッチしてさ、おおすごい元気だね。どこへ、どこ行ったんだろう。いいとこありますね。芝生で。なんか意外と空いてそうだし。そんなにザワザワしてないもんね。あれって飛べるんですかとか言って。飛べるに決まったじゃないですか。あ、そういうことで飛びますよ。飛びます。羽ついてるもんね。羽ついてるもんね。飛びます飛びます。どこだ。なんか段ボール箱があるんだけど何で使おうか。あれ滑るじゃん。あー、シューって、あ、そういうところってことね。なんか塞いじゃってるけど。出た、今北さん。気合入れたらいけるやろって。なんかさ、堂々としてるよね。さすが、名前にあって、しかも羽までついててし、かっこいい。小さい音楽どっから持ってくるんだろう。すごいな。ちょっと今度聞いといてください。音の在庫がなくなってくるんだよ。全然分かんないしだけど大丈夫かな。本当だ。なんかちょっとなんでなんで。あそこ気に入っちゃったかな。そういうこと。何をしようと企んでるんだろう。あれなんでアスプリクロスしてんだ。ん、この看板が気に入ったんだって。こういう感じ。だって別にかじってるわけじゃないもんね。おおおお。20人の人から話しかけられる。すごいね。まだやっぱりあれなのかな、びっくりしちゃうのかな。しかも羽までつけて歩いてたら。きっとそういうことだね。あ、どっかで見た映像だこれ。本当だ。本当だ。あ、しかも足がこうやって、アニオがこうなってて可愛いね。すごい。うん、お姉ちゃん二人とエキストラって。いやー素晴らしかったですね。いいな。うん、また来週何が来るか楽しみです。こうやって面白いね。こうやって面白いね。プレッシャーかけてすいません、ね、はい、はい、ありがとうございました。